高橋国光。彼はここル・マンで過去4回もの苦しい戦いがあった。1986年初出場の感激と同時に国光は死神を見た。87年ステアリングを握ることなく6周でリタイア。88年岡田と共に日本人最高位の9位となり喜びを分かち合った。しかし1989年再び死神のささやきを聞いた。挑戦者高橋国光は今年どのように戦い何を感じるのだろうか。サルテサーキットは今年新たな試験が作られ、6キロの直線は姿を消した。国光と岡田はル・マンに着くと真っ先にコースへと向かった。ますますル・マンが面白くというか難しくというかね、なんかありそうですね。まあスタート前っていうのは本当に、もうすでにレース始まってますね。ですからもう一つの小石でも見逃せないというような、心境でこのコースを見て回るっていうか、路面をね触って感触をつかむというかね、もっとドーンと行きたいんですけどもね、ドキドキの瞬間っていうような感じですよね。6月16日快晴の空の下、第58回ル・マン24時間耐久レースが今始まろうとしている。胃が痛むようなね、もう本当にもうガッツストレスがたまりますね。もうね、だから何か早くスタートしてほしいっていう感じで、もう今はね、はい、毎年すごいですね。やはりル・マンですよね。まだね、もう今にもスタートしそうなんだけど、あと1時間あるでしょ。なんか今度これやめてもらいたいなみたいな感じですね。今年4回目なんだけど、だから最後まで走れたらいいんですけどね。最後まで走りたい。競争ですから早くなきゃいけない。でもあまり慎重でしたら負ける。ですからそのところでもって試験もあまり丁寧にもできないしね。まあそういうようなことが大変難しいですね。ル・マンはすごいですよ。びっくりします。セレモニーも終わり、24時間後のゴールを目指す49台のマシンたちがスターティンググリッドへ着いた。24番日産は日本車初のポールシッターとなった。10番のケウンド・ポルシェはメーカーワークスチームに混ざりながら12位とまずまずのポジションにつけた。ベテランバンデル・メルベがスターティングドライバーを務める。気温28度、路面温度40度、コックピットは60度を超えている。2つの試験員で生まれ変わったユノリエール。どんなレースを見せてくれるのだろうか。午後4時、24時間の長い戦いに向け、モンスターマシンたちが雄たけびを上げた。メルベがドライブするケンウッドポルシェは63番日赤ポルシェを抜き10位へポジションアップ。なおも快調に走行する。レースは16番ブルンポルシェと24番日産の2台が猛烈な速さで引っ張る形となった。ドライバーチェンジを控え、国光がモーターホームからピットへと向かう。スタート後約40分、1回目のサービスを迎え
各キットは作業音が響き渡る。6時42分メルベがピットイン。国光は走り寄りドアを開けた。全ての作業がロスタイムとなるため、ここでの作業は1秒も無駄にはできない。82リットルの給油とタイヤ交換を済ませたマシンは国光のドライブでコースへと消えていった。早くもスタートから1時間半が過ぎ、ポルシェ、日産、ジャガーの三つどもえの展開となった。各社次々と2度目のピットを迎える17時35分、13ラップ、 176.8キロ走行し、国光がピットへと帰ってきた。やはり荒れてますね。タイヤカスものすごいですね。それとコースからはみ出た砂利、もう本当に気を許せないですね。コックピット暑いでしょ。すごい、もう本当に心臓止まりそう。ルマンの日は長い。ようやく太陽が西に傾き始めた19時35分ごろ、今まで11位を走行していたメルベが来ない。突如として起きたトラブルにピットは騒然となった。スクリーンに映し出されたケンウッドポルシェの姿はミルサンヌで止まっている。もうこれで終わりか、チームの誰もがそう思った。その時メルベから無線が入った。こちらに向かっているらしい。岡田が見守る中、マシンが帰ってきた。メルベは修理するとき手に火傷を負ったという。エレクリカルコネクション、バッテリーカットアウト、ブロークオフ、then there was no power. So then I had to break the cables out and pull them out the car to connect the starter motor so that I could get power again and then drive it here. まあとりあえず帰ってきたからね。だからまあこれ無理してね、またスピンとかしてドタバタしちゃないようにもう堅実に少しずつ上がってこれたらいいんじゃないですか。しょうがないもんね、これでやるしかない。メカニックたちの必死の作業で14分後、20時13分、国光がピットアウトしていった。11位を走行していたケンウッドポルシェはこのトラブルでトップから11ラップ遅れの40位にまで落ちてしまった。
国光操るポルシェが夕日の中快調に追い上げ始めた頃、トップを快走する日産をアクシデントが襲う。スズキ et que du fait de l'accrochage de la Nissan numéro 24, on retrouve la 83 en tête, une autre Nissan en tête maintenant, la Nissan numéro 83 de Brabham Robinson et Derek Daly. 一瞬のミスが命取りになるため、全く油断はできない。一度トラブルでびっくりしちゃいましたけれども、また今会長に走ってるんでね、ですからまあぼちぼち夜に来ました、ね、まだまだですね、全くの闇の中走れますんでね、本当に真剣そのものですね。時計の針が0時を回った頃、岡田が緊急ピットイン。リアウイングが曲がっている。2回目のトラブルに国光の顔も険しい。時間だけが刻々と流れていく。メカニック、ドライバー、チーム全員がルマンというレースと戦っている。0時42分、チーム全員に見守られ、岡田のドライブするマシンは闇の中に再び消えていった。魔物が住むというルマンの闇に各チーム苦戦を強いられている。スタートから12時間が過ぎた。まあちょっと点滴やってもらって、もうだいぶ生き返ったような感じですけどね。早くエロが開けてもらいたいよ。まだ半分でしょ、長いね、とっても長い。5時11分、約1時間40分もの闇の中から光のオアシス、ピットへと国光が帰ってきた。しかし、ルマンから許された彼の休息はわずか1時間半でしかない。国光がまどろみ始めた頃、ピットが騒然となった。ルマンは簡単には完走すら許してはくれない。再び空に太陽が戻る頃、トップは3番ジャガー、2位16番ブルンポルシェ。2台の強さが際立つ。ケンウッドポルシェは23位まで追い上げている。午前9時ごろ、疲れがピークを迎える。トラブルを抱えた各マシンや岡田の顔が激しく厳しい17時間を物語る。ルマンの常連
203番マツダは28位と苦戦。23番日産の日本人チームは6位と大健闘している。ジャガー、ポルシェを相手に一時トップを走行していた83番日産がガソリン漏れでピットストップ。3時間にも及ぶ作業の甲斐もなくリタイアしていった。ここのところ来るとね、やはり長く感じるね。ちょうど20時間ですか、まだまだこれからどんなトラブルが起きるか分かんないからね、やはり慎重に行こうかなと考えてますね。ケンウッドポルシェは驚異的な追い上げで19位までポジションアップしている。11時45分メルベがピットイン。国光へチェンジするとともに94リットルのガスチャージとタイヤ交換を済ませ、ピットアウトしていく。トップは11時間もの間1位を守り続ける3番ジャガー、2位は変わらず16番ブルンポルシェがつけている。ゴールまで数時間力走を続けるマシンたち。国光がさらに18位までポジションアップした12時40分その時、今ストレートのところで急に何にもしないのにピョーンってなったですね。それで4速がなくなっちゃいました。どうぞ。了解です。ミッションが壊れた。ここまで来て。ピットクルーから失望の声が漏れた。ミッション壊れた。ギアがなくなっちゃったみたいな。チェッカーを待って一か八かでチェッカーを受けるという感じになるのかな。壊れてもいいつもりでね。これがレースなんだよね。88年の覇者ジャガーは全く危なげない走りでゴールへと疾走する。30万もの観客の前をジャガーが走り抜けていく。爆音はグランドスタンドいっぱいに響き渡る。国光はただそれを目で追うことしかできない。15時35分ゴールまであとわずか。傷ついたマシンをメルベがドライブする。ミッションが砕けコース上で止まるかもしれない。しかし残り数周にかけるしかない。国光が見守る中、マシンはうなりを上げゆっくりとピットロードを後にした。ルマンではたとえトップでも最後にチェッカーを受けなければ完走とはならない。マシンはチェッカーを目指し走る。6月17日16時メルベのドライブするケンウッドポルシェはしっかりとした足取りで
チームと観衆の待つグランドスタンド前を通過。見事完走を遂げた。チャレンジャー高橋邦光、5度目の挑戦となった今年、彼は何を見、何を感じたのだろうか。ちょっとトラブルありましたけれども、難なく、一応ねチェッカーを受けたということで、24時間完走っていうことですよね。よかった。難しいですね完走っていうか、もう本当傷だらけの完走だから、まあ車のトラブルもあったし、それからこうしたね、最後僕もスピンしちゃったし、で最後ミッションとね、だから次から次へこう災難というかね、来てルマンならではのねなんかあるから、なんかこのままでだやっぱりストレスすごい溜まっちゃうよね。精一杯やったんだっていう形で、このゴール迎えたいね。何年か何年かかってもね。1990年、栄光はジャガーのもとに輝き、ルマンは幕を閉じた。